はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、ということで。 ちょっと前回の余韻にまだちょっとね浸っておりましてえ先日『スッキリ』というね朝の情報番組で「ブンブンバック」をテレビ初披露した BE:FIRST のパフォーマンスにちょっともう私びっくり仰天でですねまだ放心状態のまま。 スッキリ公式 YouTube チャンネルさんがありがたいことに3曲ともね、えー、歌唱部分をアップしてくれましたので今回は「シャイニング1をですね、えー、聞いてみたいと思うんですけれどももうなんか怖いですよ私もう昨日の「ブンブンバック」見たらもういいに決まってますもんだって。 どうなってんの俺ねちょっと概要欄読みましょうかじ2023年3月6日月曜日 BE:FIRST が生出演とプレイデビュー曲「SHININGONE」フルバージョンを1年半ぶりにスタジオで生披露なるほどこの日は一挙3曲をフルサイズで、ままま、<laughs> もうねちゃんと読めなくなっちゃってるからもう。 生パフォーマンス、進化した姿をスッキリ公式 YouTube で見逃し配信します。ありがたいですね。本当にスッキリさんありがとうございます。私もスッキリしております。さあ、じゃあもう、行きましょうか。<laughs> 本当に、こんな気持ち初めてさ、おうおうおおですよ。ええー、ビーダーンですね、これ。怖いですよ、今から見るのが。<laughs> 見たいですけどもちろんね。 どんんななことになってんだろうもううも行きましょうかじゃあ4分21秒の動画 BE:FIRST プレデビュー曲「SHININGONE」フルバージョン1年半ぶり披露見逃し配信動画です最新あ、最新じゃねちょっともうおかしいでしょだって再生ポンさあ陽気くんとマラトくんが映ってジュノンくんレオくんそうたくんしゅんとくんそして竜兵くん先頭あ一1年半前の映像が後ろにある「シャシャリワーニワン」 映像が流れる中で。Yes.、Yeah. ため息待ちりのウィーケン。わあ、同じ味にも。ああ、もう安定感すごい、リュウヘイ君。Wow, is there a、so、s u i g h t ジュノン君。What? ほとんど綺麗すぎる。もう素晴らしい。リュウ君。追い越されてく日々に。運命からの正体。リュウヘイ君、すごい、いい笑顔。

世界の未来完成感じでピーナはそうたくん大丈夫頭取れんじゃないかってぐらいガイガイガイ,カイ,イ,カイ,イカわあすごいピーナはピーナは響き合うほどに踊り踊りのすことすごいもう笑ってるもんジュノーくんオーリーセツゴー l I ユーズムリの正体うわちょっと飛ぶ感じがみんな余裕感シャクシャクまとまらないシャリワン さあ、そうだくん出てきたよ、後ろから。またくり、I'm ready! ブレイキーなんて踏まわないほーーうが素敵わ、竜兵くん。せーちゃん、ためようとライブうわ、かっこいいフライ下に見える大都会ああ、もうすぐ追いつくこう、かっこいいよね、りょうくんのリズムガーンとうわたイクズエスケープひとりでもグッズきの君とならまとりょうきくんのすごい !I make it happen, りょうくん 花はこんな気持ちうわうまいねりょ,りょうやくんも。わおおおお、わーおーおー、わーわーおージュノンくんとちょっとまた違う表現力でね。ナンバーワンとしゅんとくん。漢字でピラワンピラワン。ーワンわあかっこいい表現りょうやくん。わーかっこいい今すぐピラワンピラワン。ーワンなんだこれ。君が浮かなり踊りだすこと。イエーイ この辺の足の軽いステップ感かっこいい。うわ、ガーん So タイム。e はハ、シュンタ君。タイム。おぉ、シャニワうわ、わぁ。マナト君、後ろにね、一年半前のマナト君映って。私のダンサー、皆さん、曖昧に見てください、曖昧に。おなか投げたよ、マナト君、上に。そして上から拾って、ソウタ君。うわぁ。 ね、ちょっとみんなダンスすごいけどそうたくんやっぱりちょっとすごいね人の体ってあんなふうになるのでそんでねこんだけ動いた後にこうブーンってみんなピタッと止まってゆっくりになっちゃうとかさ「イエーレオくんいい声」「タッチオハーン」「『スッキリ』ずっとありがとう」だって両曲くハちょっとキュンってしちゃったよ私今。 何あの表情と言い方ピナファーン。見たい験の始まりた、ベビジャリダなもう、前のとこもサランとやってるけど。ピナファーン。ネタンバイガイガイガイ後ろのリズムもかっこいいな。ピナファーン。響き合う踊り踊り出すこと。レオ子も余裕だ。ああ、おう、セットゴー、o ーイエイス、夢だな。<laughs> アレンジかっこよすぎるでしょ、これ。ャリは,はーわいい笑顔でまたジュノンクんも。て、ててるって。さあ、並んで、右、左、右、一にして。ててるで。いやー。<laughs> 何あの最後のちょっと、アレンジで盛り上がっちゃってね。 聞いいててる方がちょっと今感動すらしてしまいましたなんかね1年半大きくなったねっていう <laughs> その誰目線なんだって話ですけどいやーちょっとすごいですね何あのりおきくんの『スッキリ』ずっとありがとうちゃんと覚えなさいよって感じですけど。 あれはもうなんかよくほらねああいうアレンジみたいにした時にもうファンの方たちが「キャー」とか言ったりするイメージあるじゃないですか何か私の今聴いたこう一瞬ね全然そんな風に言うと思わずに見ててもう「キャー」も出ないっていうか、ね、もうなんか本当に驚いた時ってもう何も出ないですよね感動した時っていやーかっこよすぎますねこれ。 いいやすごいな。まあですね最近の BE:FIRST の私歌レポート言いながらねあんまり歌の解説してないと思うんですけどもうあのね私が見てる時のこのリアルタイムのあここの裏からの字声の切り替え難しいとかこの着地難しいとかあのそういうのでもう皆さんあの受け取ってください私の歌声レポートはもう,もう無理ですよ全部見ちゃったらもうなんかハァってなっちゃうんですもん。 すごいなすごいですもう本当にあの難しいね「タダダララタダララララ」っていう地声から上がってて男性のキーでは相当高くても裏声に変えてでまたその裏声から地声に変えて戻ってくるってすごく難しいフレーズなんですよねあそこ。「タダダララダダララララ」みたいなところ。 まあ、ジュノン君が歌ったりレオ君が歌ったりそして、えー、リュウヘイ君歌ったり真奈人君歌ったりって、まあ、いろんな人がねそのパートを歌ってますけど本当誰が歌ってもね何て言うんでしょうね安定感抜群っていうか安心感あるしなんだろうこれは。<laughs> 多分勝手な想像ですけどこれ7人がこうやって、まあ、パフォーマンスで歌ってるじゃないですか。 みんなねあのそれぞれが歌ってるやつは自分たちでも聞こえてると思うんですよね歌いながら聞こえてると思うんですよっていうか絶対聞こえてるんですけどちょっとねみんなねそれを聞きながらどんどんテンション上がっちゃうと思うんですよねそれは楽しいなもそうだけどいやーみんなかっこいいなってお互いがお互いをねすごく。 まあ好きではあると思いますしリスペクトというかもう純粋にボーカリストパフォーマーとしてもみんなすごくリスペクトがあるんじゃないのかなだからその涼紀君が例えば歌っててねグーッとテンション上がってきたところにそうだ君も思わずその後のフレーズで同じようにこう,うわわっとこう盛り上がってこれるみたいのはパートとしてはみんな順番に歌ってるんですけど気持ちはねやっぱり一つの楽曲を表現してるっていうみんなこう自分が歌ってないからとかじゃなくて。 全部誰か他のメンバーが歌ってることも自分のパフォーマンスの一つみたいな一曲の、えー、パフォーマンスの一部分だからなんかこうね他の人の歌ってるのを聞きながら「いいぞかっこいいぞ」でまた他の人の聞いて「もうそれもすごいいい表現力」で自分のパートが来て「俺もこうふう風にやったよ」ってなったらそれを聞いてまた他のメンバーが「お前がこう来たかじゃあ俺がこう来るぜ」みたいなもうかなりこう。 高いレベルで歌いながらまあ遊んでるという言い方がちょっと正しいか分かんないですけどなんかこう楽しみ合っているというのかなでそれがみんな実力が伴っているからそういうことができるじゃないですか歌いながら。だからどん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 みんなこう乗ってきてでそれが動きパフォーマンスにも出てきて。 でまた歌声にも帰ってきてみたいなもうだから自分が歌ってないからお休みとかってあの意識が全くないと思いますよ。まあ、本来な,いなくていいんでしょうけどでもやっぱりねライブとかで2時間とかやってたりすると、まあ、普通人間だったらやっぱ疲れてくるからねここのフレーズ終わったらちょっと次はお休みだとかって、まあ、なってしまいがちなんでしょうけど。 全然そうじゃないいと思いますだからこうみんなの一体感というのが自然と生まれてくるというかいや本当にすごい本当にすごいですいやいいものを見させていただいて『すっきり改めてね公式 YouTube チャンネルに本当感謝感謝ですけどももう一曲ありますので、えー、また明日見させていただきたいと思います皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。